おはようございます、緑川由です。今日はこんな秋葉系の34歳でもキラキラコンカフェ嬢になれるか検証していきたいと思います。カラコン入れてきます。カラコン入れ終わりました。アイプチしていきます。アイプチ終わりました。2段階目のアイプチしていきます。結構整形二重になります。俺はアイプチはね、2つ使っていかないと。2段階目のアイプチ終わりました。うん、いい感じ。化粧水塗っていきます。無印のやつです。乳液塗っていきます。キュレル浸透保湿です。下地塗っていきます。セザンヌ皮脂テカリ防止下地です。ファンデーション塗っていきます。ピュアエチュードダブルラスティングファンデーションです。コンシーラー塗っていきます。オクタードカバーファンデーションです。ここでニキビが隠れていく、隠れました。パウダー塗っていきます。チャコットハニシングパウダーマットです。ノーズシャドウ塗っていきます。キャンメイクシェーディングパウダーです。ハイライト塗っていきます。スターライトエチュードハウスフェイスシャインハイライトです。眉毛描いていきます。ビーボアイフルアイブロウです。多分眉マスカラしていきます。ケイト 3D アイブロウカラーです。痩せていきます。ミネラライズスキンフィニッシュシューティングスターフェイスパウダーです。まあ、5キロは痩せるんで50キロ台に相当しますね。アイシャドウ塗っていきます。ジルスチュワートジュエルクリスタルアイズです。涙袋描いていきます。クリオプロシングルシャドウとビメルパーフェクトマジックピンクです。さらにこちらの謎の何かで涙袋を描いていきます。涙袋描き終わりました。シャドウ塗っていきます。アイライン引いていきます。キャンメイククリーミータッチライナー01です。さらにラインを足していきます。ハイメイクです。読めないんよ。筆記体は無理、筆記体書けないんだよな。ダブルライン引いていきます。キャンメイククリーミータッチライナー03です。シャドウを使ってぼかしていきます。アディクションザアイシャドウマットです。ダブルライン終わりました。まつげ上げていきます。マスカラを塗っていきます。マスカラ下地キャンメイクのクイックラッシュカーラーです。こちらがマスカラをするキャンメイクの、クイックラッシュカーラーセパレートです。マスカラ終わりました。メイク終わりました。アイロンしていきます。もうこの辺はね、ほとんど早送り。そうですよね。そう、メイクは結構
メイクもまあめちゃくちゃ切るんだけど、この辺もマジで早送りだね。こうやって塗って、こうつけるからいいですよね。確かに。私の時とか、学生とか、アシスタントの時とか、ヒューのあれか。意外とだから俺の動画ね、このメイクさん見てるかもしれないね、駆け出しの。あ、そう、見てると思いますよ。そのボタン知らないけどメイク動画でたどり着いたみたいな。ああ。いや、俺も自分でメイクするとき、あの雑誌めっちゃ見てたよ。しますよね、やっぱり。うん。全然参考にならないんだよ、でも。なんかよくわかんないんだよな。いつの間にかすごい工程進んでるしね。めっちゃ長いね。エクステつけてきます。おっぱいつけていきます。バストアップしました。衣装に着替えていきます。衣装に着替えました。頭を飾りつけていきます。はい、飾りつけていきます。リップ塗ってきます。またまた重ねて塗っていきます。グロス塗ります。ピアスみたいのつけてきます。さらにつけてきます。ピアスみたいのつきました。じゃあ最後にエンジェルを持ちます。これでキラキラコンカフェ嬢完成しました。イエーイ。というわけで今日は秋葉系男子からキラキラコンカフェ嬢に変身するという動画を撮りましたが、どうだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。